ということでね、皆さんおはようございます。なんと、オーバーウォッチの公式ツイッターがいきなりツイートをして、なんとオーバーウォッチ2の PVP のベータ版が4月下旬に始まりますと急にね、発表いたしました。これはね、ちょっと寝る前に気づけてよかったんですけども、今寝てる皆さんはね、起きてから多分今年一嬉しい、ニュースになるんじゃないかなと思います。はい。で、ベータ版に関しては一旦ね、エントリーしていただいて、なんか抽選で何名かっていう感じらしいので、とりあえずなんかエントリー方法を、この動画で一応ね、お伝えしようかなと思います。で、応募方法なんですけども、一度ね、こちらのサイトに飛んでいただいて、おちゃん今すぐ参加を押すと、こんな感じで自動でスクロールします。で、下のチェック欄にチェック入れて、今すぐ登録を押してあげれば、完了なんですが、やっぱオーバーウォッチ2、もう流行るんでしょうね。もう今多分エントリー数が多くて、今現在ね、パンクしちゃってる状態です。朝起きたら、どうなってるか分かんないんですけども、今はちょっとね、できないので、皆さんね、起きてできる状況か、確認してみてください。ということでね、特別この動画で言う重大なこととかないんですけども、嬉しさのあまり、皆さんと共有したくて、こういう動画をね、撮ってしまいました。はい。ということで、オーバーウォッチ、6対6があとね、要するに1ヶ月間ぐらいしたら多分みんなベータ行っちゃうと思うんで、めちゃめちゃかそると思うんですよ。なので6対6はね、今しかもうできないと思うので、今バロラントとか、エーペックスとか、有名どこだとその辺行っちゃってる人も、最後の6対6ということで一度オーバーウォッチに帰ってきて、思い出作りというか、もうベータ始まってしまったらね、5対5なんで、皆さんね、6対6を思う存分楽しみましょうという感じの動画でした。僕自身オーバーウォッチ2が出るまで、もう役に立たなくなってしまうかもしれませんが、基礎講座は上げていくつもりです。で、そしてオーバーウォッチ2が来てからももちろん上げていくつもりですので、皆さんオーバーウォッチ2が来てからもよろしくお願いいたします。一応ね、わからない人のためにベータ版の応募サイト概要欄に貼っておきますので、そちらからね、確認お願いいたします。では次回の動画で、バイバイ。